の時さ最高到達点にだけ駆け抜けていくから。どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲を弾いて歌う弾き語りができちゃいますよということで、日々簡単ウクレレレッスン動画公開しています。張り切ってレッスンスタートしていきましょう。さあ本日取り上げる課題曲は激アツアニメソング、こちらです。ドーン。最高到達点、世界の終わり、セカオワ。こちらはもう皆さんご存知の通り、ワンピースのアニメ、テレビアニメ主題歌オープニングとなっております。このパワフルソングやっていきましょう。これはね、もう畳みかけてきますよ。もうワンピースですから、もうね、エネルギーがもうみなぎっちます。はい、ウクレレ一本であのパワフルな感じを完全再現して参りましょう。やった。はい、本日はですね、G ラボのこのガズモデルウクレレ、チェリーレッドモデルをかっこいいバージョンで使って、簡単バージョンではこの初めてウクレレ使って、レッスンスタートしていこうと思います。はい、こっちのですね、ほんとオール単板のめちゃくちゃいいね、最高品質のウクレレ、G ラボのウクレレはですね、毎月真ん中から後半ぐらいに、G ラボの公式ページで、案内があるんですけど、それ以外の時はですね、今全国でちょっとずつですけれどもね、お取り扱いしていただけてる店が増えております。ショップリスト概要欄に貼っておくんで、いろんなお店ちょっとチェックしてみてください。そして簡単バージョンで使っているこっちの初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますから、こっちはですね、もうぜひ皆さん Amazon で初めてウクレレ探してちょっと見てみてください。さあレッスン入っていく。その前にこの本が出てますよ。ソングブック6出たばっかりの楽譜本、リットミュージック社から出てるめちゃくちゃ100曲入りのいい曲満載の本ですけど、はい、他にもずらずら出てるんですけど、この辺もね、ぜひチェックしてください。めちゃくちゃ、ご活用いただいて、もう累計20万部突破というね、もう絶大なる信頼と皆さんの笑顔を生み出しておると思っております。よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをやります。長さはですね、テレビのオープニングの長さになってるんで、ちょっと短めですけど、ゆっくりやるんで、これでも濃厚です。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはここにですね、転調っていうのがあるんですよ、これ。皆さん、かっこいいバージョンは今日ちょっと、レベル高いです。はい。この辺のこともちょっと詳しく解説していくんですけど、この転調もいい感じでガズレレならではの指カポ使ってやっていこうと思うんで、この辺の解説お楽しみにしておいてください。なんで逆に言うと、簡単バージョンは転調なしのオリジナルバージョンです。まあ、やってみたらわかります。はい。ちょっと簡単になってるんですよ。後半のかっこいいバージョンはちょっと難しくなってます。はい。そんな感じで盛り上がってやっていきましょう。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分が大好きな曲を聴くからリアルに変えられるわけですから、ぜひ皆さんガズレレで音楽を始めてください。楽しいですよ。はい、さあレッスン入っていきましょう。最高到達点セカオワ。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの転調なしバージョンやってみる。リーズ主題歌セカオワの最高到達点がずれれる、シンプル簡単バージョンやってみました。気づいた人います？サビで、本当は転調といって、ちょっとね、盛り上がるんですよ。コードが変わるの。だけど、今の簡単バージョンは転調なしのガズレレオリジナルスーパーウルトラ簡単アレンジバージョン、転調なしバージョンです。でもこれでもかっこいいよね、曲は。ぜひまずこれから始めてください。ちなみに、これからやるかっこいいバージョンでは転調といって、ちょっとね、なんていうのかな、転調っていうのはね、どんとこう、ステージが上がる感じです。もうなんかざっくり言うと、キーが変わるっていう風に表現しますけど、ちょっとその辺のことはちょっとこのかっこいいバージョンで解説、まあ見てもらうとして、まず初心者さんはここから始めてください。もうこれ、世界で一番簡単なね、最高到達点のアレンジとなってますんで、楽しんでください。で、長さはさっきも言ったんですけど、テレビアニメのオープニングの長さと同じということになっておりますんで、はい。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定として、ガズさんの今やった簡単バージョンの演奏に合わせてできたらすごいと思いますよ。ちなみにこの曲、歌のタイミング、もうめちゃくちゃもう、深瀬さんの歌い方も特徴ありますからね。言葉ささっと言うとことか、あの辺がもう掴むの大変だと思うんですけど、しっかり聞き込んで、ちょっとガズさんと一緒にできるように。まあ、そこまでやってみてください。ガズさんもね、覚えるのね、大変でした。言葉のタイミングがね、結構すごいです。はい。一緒にできるよってなった方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。行って。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなというふうに思うんですけれども、最初から歌詞とコードを全部丸暗記しているってなかなかすごいことなんで、まずステップとしてはやっぱ楽譜がいいんじゃないかなと。楽譜を見て、何回も何回も練習して覚えて、そのうち、大空に向かって、夕日に向かって歌っていく。こういうのも素敵じゃないかなと思うんですけど。とは言うけれども、皆さん、こんな疑問が出てくると思います。今、楽譜って言ったけど、どこにあるんですかと。はい。安心してください。今のですね、演奏はですね、ガズさんのこの手書きノートに書いた、このガズ手書きノートを見ながらガズ演奏していきました。はい。もうちょっとしたらなんと、このノートをこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃないかと言ってシェアしようと思うんですけど、今めちゃめちゃ便利なサービス、ガズクラブ始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね、その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードしていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのとこみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと、毎朝7時半から、スタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聴けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは、楽譜の方を見ていきましょう。最高到達点、世界の終わり。ワンピースオープニング主題歌でございます。アニメ版。はい。見ていきましょう。最初 G7 でちょっと伸ばしといてから、ここ。はい。弱さを味方につけて僕は、ここの言葉のタイミングがこうちょっと踊るようなね、独特のタイム感。これは聞き込んでもらうしかないですね。これかっこいいですね。コードはすごいシンプル。なんで、弾くだけは簡単だけど、歌がやっぱりレベル高いです。はい、こんな感じで映しとくので、皆さん、一時停止して書いてもらいたいんですけれども、はい、今映ってるこの楽譜、今、お伝えしたガズクラブでゲットしてもらうのめちゃくちゃおすすめです。ガズのね、手書きノートはですね、ちょっとヒントがたくさんある。見てください。ここに V マークがあったり、5の上に点があったり、2の上に点があったりしますね。これリズムのガイドになっております。まずちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。運、弱さを味方につけた。僕は、誰よりも。はい。こんな風にリズムがわかるんですよ。これ V の字は休符です。ワン、ツー、スリー、フォー。運、弱さを味方につけた。僕は、誰よりも。みたいな。こんな感じで紐解いていくんです。そして、歌詞カードには載っていない、こういう伸ばすところ。これがもうめちゃくちゃ参考になりますから、これね、こういうの入ってくるんだよね。はい。ぜひぜひ、カズクラブに入っていただいて、この手書き、今映ってる手書きノート楽譜デジタルデータでゲットしてご活用いただくのもおすすめですけど、この通りに書いていただけば、皆さんもすぐできると思います。お時間ある方は、これ一時停止して書き出してください。はい、この辺の言葉が詰まってるんですよね。これくるっと囲ってるときはね、場所はそうやって歌うよということで、これよく聞き込んでくださいね。はい。で、ここがね、ここが、分かってるんだのところ、簡単バージョンでここ伸ばしたんだけど、かっこいいバージョンでここちょっとリズムを変えていきます。で、無音になって、ここから、夜明けの時さ、で、こっから、今の簡単バージョンね。はい。C、F、G、7、A マイナーなんですけど、ここ見てください。指かぽにって書いてある。指かぽに。指かぽってなんじゃそりゃという方。この後かっこいいバージョンではもう徹底解説するんで、ちょっとお楽しみにしといてほしいんですけど、このね、こっからここまで、夜明けの時さからのこの後、これ、かっこいいバージョンでは全部指かぽ2です。はい。そこだけちょっと今のところ覚えておいてください。コードはずっと同じ繰り返し C、F、G、7、A マイナー。で、この下に書いてある矢印マークは、これ左上なんですね。アップで変わるシンコペーションということで、かっこいいバージョンではこのリズムを使っていきます。はい。で、ここ最後こうやって行ってきて、で、ここ、もう一個さ、復活だ目覚めの時が来たで、止まって終わる。こんな感じですね。はい、一時停止で。なんでこれ、テレビアニメのオープニングの長さなんで、1分半ぐらいなんですけど、でも、ノートに書き出したらこんなボリュームになるんですよ。すごいですよね。はい、こんな感じです。さあ、出てくるコード見ていきましょう。はい、指かぽにって書いてあるけど、これかっこいいバージョンでは指かぽに。それ以外のところはなんとコード5個だよ。すごくないですか？言っていきます。C と A マイナーと F と D マイナーと G7。この5個はガズレレではもう超入門コードのグループのガズレレ必須コードなんで簡単にできるやつです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードとグループ。10個もあるんですかって声が聞こえてきそうですけど、1個ずつ見たら超簡単なんだけどね、いっぺんにね、10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんにね、もうスイスイ、めちゃくちゃ覚えやすいね、動画を撮ってるんですよ。はい。概要欄にそのね、わかりやすい動画貼っとくんで、ガズレレ必須コードは遅から早いからマスターしてください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前に、何回も言ってるけど、この言葉のタイミングがやばいんですよね。最初も、弱さを味方につけた僕は、誰よりも高く、ドベンだから、この、ドベンだから、この英語っぽい感じのところがね、しかもその毎回じゃなくて、たまに入ってくるところがこのね、ポイントです。ここがすごいですね。こんなところで止まったら、ね、なくしたものが輝かなくなる。はい。君がどこか迷った時に、僕の心のスマイルって、このスマイルって言ったら、ここのタイミングとかなかなかすごいですよ。しっかり聞いてちょっとね、まずはモノマネからです。これもやってみてください。で、サビですよね。最高だ。もうね、サビはね、言葉がもうダーッと畳みかけていくんですよ。ここの言葉のドライブ感、結構ポイントになると思います。ここでも、リズムを目指す。このウクレレのね、伴奏のリズム、プラス言葉のリズムで、さらにこのドライブ感満載で、もうワンピース行くぜみたいな感じですよ。もう皆さん。ルフィがもう、行くぜっていう、そういうイメージを持ってください。はい、じゃあここからね、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンもコード5個だけそのまま、でいくんですけど、今日、まずリズムからちょっと紹介しますわ。今日のリズムはシンプル。ドン！ 8 ビートと8ビートのチャです。はい。この2つなんですけど、この今映ってるリズムの解説、概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところの URL の先にそれぞれの濃厚解説レッスン動画があるんで見てもらいたいんですけど、基本的にはね、95% 8ビートのチャでございます。8ビートのチャっていうのはこういう感じ、C で押さえてみると、ドン、チャッタッチャッカッ、今日ミドルテンポです。で、途中で、B メロというふうにこのガズが言ってる、わかってるんだのところで、ちょっと優しくなりたいんですよ。ここで使おうと思って。わかって、優しくいくるんだ。はい。たったここの3ブロックだけですね。はい。なんで、ほとんどっていうかもう全部、8ビートのチャというリズムでいいと思います。で、ポイントはやっぱりちょっと速くなっちゃいがちっていうのがあるんで、そのリズムキープ、ミドルテンポ、ちょっと雄大な感じ、グランドラインな感じでやっぱりいきたいです。雄大な海みたいなイメージのリズムで。はい。じゃあちょっと解説していくと、前半のね、Aメロはですね、歌は難しい。歌は難しいけど、リズムはシンプル。で、唯一難しい、裏難しいはね、リズムキープです。言葉がね、この今言ったようにささっと入ったりするじゃないですか。そこにとらわれているうちにリズム速くなっちゃう。このゆったり体でリズム取って安定的に弾いていってください。で、今言ったところの分かってるんだで、こう8ビートになります。なんで、ちょっとじゃあ、A メロの2番からちょっと雰囲気やってみようか。ゆったりです。君がどこか迷ったとき。せーの、3、はい。君がどこか迷ったとき、僕の心を迷っていたら、見つけてあげられないかな。優しさだけじゃなく、分かって優しく8ビートるんだ。ここで止まる。夜明けの時さ。今度さっきと違うのは、ここで転調といってキーがドンと上がります。まずですね、ファーストステップとしては、皆さんもしこれ持ってたら、カポタスト。この夜明けの時さのその瞬間に、2フレットにこうやってカポタストをはめるといいです。そうするとこう、最高到達点に、これキーが上がってるんですよ、2フレット。はい。で、これカポタスト持ってる人は、こうやって2フレットを、例えばちょっとできるかな、やってみようか、この辺に挟んどいて、分かってるんだ。夜明けの時さ、最高。今間に合ったね。こんな感じで、2フレットを入れて、このコードを弾くと、まあ、転調が叶うんですよ。つまり、1個2個上に上がる転調になってるんですね。なんだけど、これだとちょっとなんかスタイリッシュじゃねえなって感じもありますから、本当だとね、コードがね、変わるんです。正確に言うとコードがこうなるんですよ。D と G と A と B マイナーっていうコードになります。はい。なんで、この D と G と A と B マイナーで弾いていってもいいんですけど、これはですね、ここガズレレですから、やっぱガズレレならではの面白いちょっと価値観で、指カポっていうのをやってみようと思います。ちなみにですけれどもですね、この今カポタストってこういうね、なんか洗濯バサミみたいなの出てきましたけど、このカポタストの使い方も、ちょっと動画があるんで、このカポタストなんじゃこりゃと思った方は、概要欄にね、カポタストってどういうことでどういう風になってるのかっていう解説動画を貼っとくんで見てもらいたいんですけど、指カポ。この指カポっていうのは一体何かというと、このカポタストの役目を自分の指で果たしちゃおうということなんです。つまりですね、サビからですね、2フレットに全部人差し指、正ハバレーをして、ここで C、F、G7、A マイナーやるわけです。わかる意味。ここの指が、この人差し指が、この白いところの役目を果たすわけです。これが2つこっちに寄ったというふうに思ってください。そうすると C はここになりますよね。F はこう、G7、A マイナー。はい。コードは、おかげさまに簡単なんで、C、F、G、A マイナー。これだけなんで、これ、ちょっと練習するといけるかもしれない。指カポ。これ、指カポの解説動画も概要欄に貼っとくんで、これめちゃくちゃ面白いですよ。そうするとどうなること分かってるんだからやってみると、B メロから、1、2、3、分かって、8ビートで優しく、るんだ。転調します。夜明けの時さ、最高到達点にまで行く。こんな風になります。今、このコードを見てもらうと分かるけど、矢印マークついてるでしょ。これシンコペーションというリズムが前にズコーンと食い込んでくるということなんですけど、矢印が左上になってます。上に向かっている矢印はアップで次のコードということなんで、C の次 F じゃないですか。C の次、アップで F です。で、また G7 でアップで A マイナーですね。はい。この辺がちょっと、キーポイントになっております。なんで、かっこいいバージョンでは、指カポ2フレットで転調しながらも、なおかつ8ビートの茶で、シンコペーションが毎回入ってきます。しかもここでですね、歌がもう怒涛のごとく歌詞がバーッと押し寄せてくるんで、なかなかここすごいですよ。もう息するポイントをちょっとしっかり見極めてね、やっていきましょう。じゃあ、もう、ゆっくりですね、ここの B メロからサビ行ってみようか。行ってみますよ。せーの3、分かって、優しく8ビート、るんだ、止まります。夜明けの時さ、最高到達点にまで一気に駆け抜けてゆく。まさに一気に駆け抜ける。まきして笑ってるんだろう。あの日々の痛みも過去だから、多分世界を敵にしながら崩れ、そこの足でプルプルと舞う。やってください。もうこれね、すごいんですよ。もう言葉のドライブ感めちゃかっこいい。英語っぽく聞こえる日本語ですよね。でも、どんどんこうドライブ感増していって、リズムもシンコペーションが入って8ビートの茶で言葉もどんどん入ってくるから、ここが速くなっちゃうの。これはもうどうしても、もうガチャガチャになっちゃうと思う、最初みんな。ガズさんも最初かなりガチャガチャになった。だけどまあ練習あるのみですね、柔らかく、しなやかにこのサビが聞こえるようになるのが、まあ一応目指すところですね。はい。ここをちょっとも練習してもらいたい。で、さっきも言ったけど、このカポタストを使って2フレットではめたら、指カポしなくても、ここで CFGM、これでも全然いいですよ。あとはもう一個荒技としては、本当に G、あとコード、G、G、あ、じゃない。D、G、A、B マイナー。このコードをちゃんと弾くのもいいです。D と G と A と B マイナーです。一応この、貼っときましょう。この4つでも、皆さん、セレクションしていただければいいかなと思います。とにかくこのサビでね、2つ転調、上に上がるっていうのがこの曲のかっこいいところなんで、ぜひこれはちょっと再現したいなと思って。まあ、ガズレレ的には、指カポでいきます。指カポ。はい。これね、聖波バレーっていうね、このずーっと2フレットこれ押さえてるんですよ。ここで C とか F とか G7 とか Am やるわけだから。これができないとどうしようもない。この聖波バレーの方法は A シャープで解説してる分かりやすい動画あるんで概要欄に貼っときます。これギュッと押さえる。こういうのバレーとか聖波って言うんですよ。この一本指で。この中で F とか G7 とかやるわけ。その辺もご活用いただければというふうに思います。はい。それではもう早速やっていくんですけど、この曲はただやりゃいいってもんじゃないです。ワンピースのエネルギー。あれをやっぱりこう歌に込める、演奏に込める、このパワフルにやっぱ行きたい。ここを忘れちゃいけません。歌詞とかアニメの世界を頭にイメージして、もりもり元気もりもりでやっちゃいましょう。それでは、やっていくよ。世界の終わり最高到達点。ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる!1、2、3、4。良さを見方につけて僕は誰よりも高くてんだからこんなところで待ったらなくしたものが輝く。最高到達点ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。めちゃくちゃいいですね。いやもう本当にグイグイもうね力強いんだけど本当速くなっちゃいがちなんでもう本当ねそこは奥が深い。もうどっしりいけるようにそこを目指して柔らかくとしてガチャガチャなんか忙しくならないようなイメージになるのがゴールだと思います。楽しんでください。さあ皆さんこの本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これねもうご機嫌で音楽できる方法とかこのデイズですからね毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども有料でねブロックになってて最新楽譜でこっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということでかなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずねアプリのインストールが無料なんでまずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれどもでねなんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんでほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんでぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですねこの水引きだったりストラップだったり T シャツだったりキャップだったりいろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高。楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。